こんにちは、世界を楽園にする映画監督増山玲奈です。はい、美人的少林寺機構の森島美澄です。はい、私たちなんと世界初銀座から映画美人機構ということで、映画機構を始めることになりました。第1弾は7月31日、始まりの日、ベーシックインカム元年の上映会。もし日本にベーシックインカムが誕生したら、AI 人工知能の導入によって今後5割以上の仕事が失われると言われています。すいません。40歳を過ぎた女の子は減額制度っていうのを取り入れさせてもらってるのね。思春期になる大切な時期だろ。もうちょっと愛車ちゃんと一緒にいてあげろよ。あなたはもういらないんです。初披露します DNA を修復する、528Hz と一緒に動かしていくこの機構を皆さんとシェアさせていただきます。8月28日午後1時から貞子の鶴、地球をつなぐこちらの映画の上映会と、機構もございます。ここ様が無料となっております。8月28日は、午後、7時から、始まりの日ベーシックインカム元年の上映もありますので、ぜひ7月8月皆さんいらしてください。